ポイント来てないっていうわけじゃないんですけど、まだね、こう、やっぱ一年あるっていうのが自分の中になって、でももう一年しかないんだっていうこともあったりとか、こう、何が最後になっていくのかとか、そういうことも分かっていないので、ちょっと今日もこのオールナイトニッポンさんに、まあ、まず自分一人で出させてもらってる時点で結構今緊張しています。あの、発表して次の日も収録とかだったんですけど、 まあ、テレビ局の方から見たよっていう風に言ってもらったりとか、本当に人生で一番メールをもらったんじゃないかってぐらい、いろんな人からお世話になった方からメールをいただいて、まあ、お疲れ様、まあ、一年先だけどねっていうねぎらいの言葉をもらったりとかしていて、まあ、時の人だね、とか言われたりとか <laughs>、まあ、ありがたいなっていう風に思っております。あつ子とかからもメールが来て、あの、めちゃイケの、 ドッキリのことがあったので、まあ、こういう報道のされ方されたよ、みたいな感じで、あの、YouTube の <laughs>、なんか、貼られてて、リンクが。で、見たら、あの、めちゃいけのドッキリが、じ本当に、みたいな、報道のされ方をしてて、<laughs> ちょっと恥ずかしい気持ちにも、なったりもしました。はい。そうですね。まあ、発表のタイミング、っていうのは、うーんー、まあ1ヶ月半ぐらい前に、秋元先生と、ご飯に、 行きましてもともと自分のソロのセカンドシングルの打ち合わせをしようっていうことでご飯に行ったんですけど、まあ、これだけ AKB40 ってやっていて不思議なのが秋元さんと2人でご飯行くのが2回目だったんですねはいそうなんですよ実はそんなに2人っきりで会えて行かないというか、まあ、連絡もよく取りますし何人かでっていうのはあるんですけど2人ってねやっぱりなかなかな,かなくてでまあいろいろご飯しながらまあ、セカンドどうだとかあの今回セカンドを出す 哲郎さんに書いてもらっていて、あの、まあ、二曲作ってもらっていて、いい感じだな、みたいな話もしつつも、まあ、なんか一瞬、こう、沈黙あった時に、卒業はどうするのっていう風うに言われて、もともと、まあ、私の中で、小島さんが言ってから、秋元さんにはご相談しようっていう風うに思っていたんですけども、 ま、にゃんにゃの、その時期っていうのがなかなか見えなくなっていて、あ、どうするんだろうなっていうふうなのを同期として見てた中だったので、まあ、どうしようかなって思いましたね、その時。秋元さんにこのタイミングで言うべきか言わないべきか、小島が言ってから改めてご飯にとか思っていたので、ただやっぱりこう、なかなかね、お互い時間が合わなかったりもするので、まあ、自分の意思だけは伝えておこうと思って、もともともう3年ぐらい前から、前田敦子の卒業の時から、 まあ10年だなっていうのは思っていました。やっぱり、うーん、10年ってすごく節目だと思うんですよね。いろんなことに対して。やっぱり自分は一期生として最初からさせてもらっていますし、まあ10年っていうのは大きいなっていうふうに思っていたので、まあ10年をめどにっていうのには考えてますって秋元さんに言った時に、まあまたこうちょっと若干の沈黙があったんですけど、だったら12月8日だなっていうふうに言われて、 私結構びっくりしたって本当に。あと本当に1ヶ月ちょっとしかなかったので、えー、っと、わーって思ったんですけど、まあお前は総監督だし、まあメンバーもスタッフもファンの方も準備がいるから、ちゃんと1年前に言うのがベストだろうっていう話をして、してもらって、ああそうだな。私もなるべく早くには言いたかったんです。なんかそんな2、3ヶ月前に言って、ファンの人が準備ができなかったりとか、あのみんなを驚かせて、 なんかこう、うなぎありに、卒業していくのだけは嫌だったので、なるべく早い段階で早い段階で、まあ、来年の12月、12月をめいメドに言うならば、来年の頭とか、夏とかには言わなきゃいけないとは思ってたんですけど、まあ、1年前っていう風に言われたので、でもいただけるなら、それだけ猶予期間をいただけるなら、いただける方が絶対いいなっていう自分で思って、わかりました、言わせてください。 っていうふうな結論に至りました。だから別に秋元さんが、あの、勝手に決めて、あの、私が渋々言ったとかではなくて、あの、自分の中で確実に10年っていうのがあって、早めに言いたいっていうのがあって、1年前っていうのがベストだって秋元さんからアドバイスをいただいて、あ、そうだなっていうふうに思ったので、本当に、意志は本当に2人で合致して言うことになったっていうことだけは分かっていただきたいなっていうふうに思います。まあ、劇場で言えたっていうのは本当に嬉しかった。 ですね、やっぱりどんな形であれ劇場ではやっぱり言いたかったのでうんまあ9周年っていうちょっとねこうお祝い事の席でちょっとあ,あいことを言ってしまうのはすごく申し訳ない気持ちもあったんですけれども何だろう,こう10年に向けてある意味こうメンバーがまあ私もいなくなるしこう自分の個々の存在というかどういうふうに言おうっていうのを見つめ直すタイミング的にはある意味1年前9周年っていうのはいいタイミングだったのかなって っってていうのはすすごく場所的にも思っております言葉はちょっとね、あの、すごい考えてたし、何を言わなきゃいけないとか、やっぱり一世一代じゃないですか。今までいっぱい見てきたし、卒業していく、卒業発表する背中を、あ、こういうふうに言うんだ。でも私はこうそう監督だからこういうふうに言おう。 な、なるべく泣かないで言わなきゃいけないな、しっかり言おうとか思ったんですけど、やっぱりね、あの、卒業しますっていう前のあの緊張感って、すごいものがあって、思わず、あの、私、高橋みなみは、2005年って言っちゃったんですよね。<laughs> 2015年やーって自分で思って、めっちゃ恥ずかしくて、これ多分ニュースさんとかでね、使っていただくのは多分ここやろって勝手に今、その、その一瞬で思ってしまって、 勝手に修正点を間を置いて、2015年って言い出したんですけど、ちょいちょい2005年から使われてるっていうね、ちょっとすごいそれがあの、今回の失態だなっていうふうに思っております。はい。ということで、まあ、めちゃいけさんでもドッキリをやらせてもらって、なんか放送の2日後にこういう形になってしまったっていうのは、あの、本当にめちゃいけのスタッフの皆さんと、そして岡村さんたちにも本当に申し訳ないなっていう気持ちいっぱいなんですけども、私個人としては、なんだろう、 ある意味リハーサルじゃないんですけども、メンバーも、なんか、私がもし卒業って言ったらこういう風になるんだなっていうのも、私も準備もできましたし、なんかメンバーもちょっと体制ができたというか。だからこう、あの時の発表の時にメンバー一瞬キョトンとした、ですよ。え、またとっきりかなみたいなのもあったし、え、えー、っていう、なんか聞いたことあるみたいなところもあって、だからなんか変にこうザーザーしないで済んだっていうのは、本当にめちゃきさんのおかげだなっていう風に思っております。本当にありがとうございます。